中国上海市の大学病院で呼吸器科に勤務する女性医師沙慶芳さんは2年前都市封鎖にあった湖北省武漢市の病院に派遣された医療支援隊の一員として新型コロナウイルスに感染した重症患者を救うためである患者の容態急変に備えマスクをつけたまま椅子に座って寝た。 今日がいつなのかわからないほど忙しい。女性スタッフは防護服の邪魔になる挑発をバッサリ切った。サーさんは日々の活動内容を上海の同僚に通信アプリで送信。後に武漢支援日記として出版された。武漢入りから2ヶ月余りが過ぎ、支援隊を率いる教授が周囲に冗談を飛ばすようになった。 受け持っていた重症病棟の患者がゼロになったためである。サーさんは「私の心は誇りに満ちていた」と記す。患者の病状回復に向け献身的に働く医療従事者の姿は世界共通であろう。武漢で都市封鎖が始まった日から今日で2年。 中国は先月以降西安など3都市を封鎖し厳格な疫病対策を続ける米調査会社は今年の世界重大リスク1位に中国のゼロコロナ政策を挙げた都市封鎖が失敗し経済の混乱が世界に広がる事態は杞憂であってほしい